獅子天野、瀬戸ワン略称、天野ワンヤは戦後長きにわたり活躍した漫才コンビ。大柄の天野が小柄で描くのはげ上がったワンヤをいびり、ワンヤが向きになって起こるスタイルで人気を博した。前職は警察官と市職員であり、二人とも地方公務員だった。内海突破の兄弟,弟子同士で指導しで1952年コンビ結成。芸名の由来は、 獅子分六のベストセラー小説、天野ワンから。なお、病児の獅子は死分六から借用。瀬戸は天野ワンの舞台が瀬戸内地方だったことによると思われる。無断借用された獅子分六は獅子と名乗るのは乱暴だと思っていた。なお、後の1967年頃に天野ワンの二人が獅子分六の家に、 無断借用のお詫びに来たことがあったという。1952年、大塚駅前、天根蘇神社の夏祭りで、初舞台を踏み、土佐回りで修練を積んだ。1956年、三景新聞社主催若手漫才コンクールに、国定ただ春の出し物で一位、翌年の、第1回 NHK 新人漫才コンクールにも、世界旅行を帰り見てというネタで優勝し、並いる。 若手漫才の中でず抜ける。新作に取り組む姿勢は積極的で、その中から、ひよこと卵なんで言ったのなどの定番ネタが磨かれた。1961年7月26日、牧野周一等と共に、小樽を巡業中、自動車事故で、天夜は全治3週間の OK が、ワン夜は全治2ヶ月の重傷を負った。1963年、 大正テレビ寄せの準レギュラーとして活躍。山下武史からその品格のある芸を高く評価された。1966年から約14年間放送された TBS 家族揃って歌合戦の司会でも全国的人気を博したほか、1967年に第7回日本放送作家協会大衆芸能賞受賞 富士テレビ放送演芸大賞も2度受賞し、テレビラジオで重宝がられる。正月席など晴れの場では、鈴見、扇を持ち三河万歳を陽気に披露していた。外れのない安定感は抜群で、下人話は大お酒芸が綺麗なことから、東京演芸会中とりわけ優等性的な地位につき、関西の意図し、小石と双壁とする表もあったが、コンビ時代の末期以降、中は、 決して良くなかったとされる。地方公園の移動では別行動をとり、宿泊では天屋はホテルで洋室に、ワン屋は日本旅館には室が常であった。ワン屋が糖尿病など健康面に不安を抱えた1980年代、中頃から記憶力が落ちすぎふや所作を誤ることがたびたびあった。稽古不足も相まって晩年の舞台は荒れていったとも言われたが、 コンビ仲が悪化するほどではなかったという。1987年ついにワンヤが脳拘束で倒れ活動休止。臨時でハイケースケとコンビを組み、その後は後段と称して舞台に立ったが助言や本人の思うところがあり、間もなく辞めた。1993年ワンヤがそのまま復帰かなわず、亡くなり、コンビも消滅した。2009年には、 東京漫才の殿堂に選出される。視点や6月25日から2014年頃90歳、ボツセトアンや3月10日の1993年2月10日。ありがとうございます。